はい、どうもこんにちは。この日は新宿の西口に来てます。そして新宿の西口といえばこちらのね、ビッグカメラ新宿西口店に、いつもお邪魔 しております。いろいろね、カメラだけじゃなくてね、家電系も見るんですけども、この日は基本的にカメラを見に行ったというところですね。はい、XH2 富士フィルムさんの新しい、フラグシップ機ですね。はい、こちらをね、見たことあったんですけど、改めてちょっとじっくり見たいななんて思って行きました。はい、で XH2S の方とね、同じ筐体なのでボディも重さとかは変わらないんですけども、正直ちょっとでかいなっていうのがね、やっぱ改めて思うことだったりします。はい、そして一方ね、こちらの XT5 の方ももう店頭に並んでまして、展示してありまして、これがねめちゃくちゃしっくりきましたね。大きさもいい、形もいい、ルックスもいい、それから握りやすい、そしてね、バリアングルじゃないことでちょっともしかしたら使い勝手どうなのかなと思ったんですけど、全然なんか、スチールキーとしても、それから動画を撮るときもね、別に自撮りをするわけじゃないって割り切っちゃえば、いけるのかななんて思いましたね。はい、いや、すごい気に入ったんで、これは結構ね、心動かされましたね。買っちゃうかもしれないです。はい、そして隣がね XS10 でございますが、これ形も大きさも、握りもめちゃくちゃ気に入ってるんですけど、結局買えずじまいで、生産終了、廃盤になってしまいましたね。次に期待しましょう。はい、そしてね、ルビックスの、こちらのレンズ 12mm、35mm、 ちょっとこちらをねやっぱり気になってたんで 2.8F4 まで、ですね。そしてね、隣にねこの G99 がね、在庫というか、在庫もそうですけど、何より店頭にねこう時期が置いてあったんですよね。これはねちょっと意外でしたね。ぜひぜひ皆さんこれ触ってみてくださいね。めちゃくちゃいいので、はい。あとこのね広角レンズの、隣のね12-60はね、いつも言ってるんだけどね、こういうところで見るとすごくちっちゃく感じるんだよね、不思議と。で、8mm、18mm のこちらの広角レンズ、これはね結構気になっててどうしようかなって感じ。ちょっとでかいかな。どうでもいいんだけどね、全然プレステ5買えませんよね。いつ買えんのこれ。はい、ということで、外に出まして、日の光をですね感じながらブラブラと西口を歩くわけですね。G99 をね持って、Vlog というような感じではなく、どっちかというと G99 は写真を撮ろうと思ってね、今日は。はい、こんな感じで、9mm がねとにかくねやっぱり広い、18mm 換算、このねわーっと広く撮れる感じが気持ちよいですね。楽しいなと思いながら撮りました。当然ね、建物とかわーっとこう斜めになるんだけど、それもねそのまま残しておきたくなるような、こうパノラマ感が気持ちいいですね。白黒にしてみたりとかもね楽しいし、これもね結構やっぱ建物は歪むんだけど構わんっていう感じ。でこれね、画面が完全に傾いてるのはね、これ GoPro が曲がってんだね。ちゃんとセッティングしないとダメでしたね。いやー広いね。でこうなんか奥、やっぱり奥の方までバッキバキになるからね、気持ちいいですね。はい、で、ヨドバシカメラの方に向かってますよと。
それでね、そういえば全然動画を G99 で撮ってなかったなと思ってね、この辺から少し動画を回し始めてますが、まあ、やっぱり GoPro より奥行き感のある撮り方しますよね。うん、やっぱいいなと思いながら撮ってます。まあ、多少はね手ぶれしますけどね、ほんと無造作に歩いてるので。さあ、マップカメラさんも見えてきまして、でね、このラーメン屋結構最近できたのかな、知らないんだけど並んでましたね。そしてまあライカの看板が見えました。そしてまあ鳩がおりますよと、クルックークルックーとからのマップカメラにインです。まあ、ひとしきり見ましてですね、まあ、4階のこのマイクロフォーサーズのレンズを見に行ったわけなんですけど、はい、用が済みましたので降ります。はい、まあ、9ミリの、ね、レンズ1本しか持ってないので、まあ、逆に言うと見上げるように撮るとこんな感じの画角に、ね、なるんですけどね、まあ、こういう奥行き感のあるところが楽しいですね。はい、このね、一滴8000屋っていううどん屋結構うまいんで、ぜひ行ってみてください。それからこのだんだん屋っていうね、天ぷら屋はなんかやってないのかな、もう結構うまかったですよ。それから新八食堂のこの魚もうまいですね。それからね、私が行きつけなのはこちらのホットスプーンですね。牛すじ煮込みカレーがめちゃくちゃうまい。はい、新宿郵便局の方に向かいつつ、何を食べようかなって考えてるわけですね、ここは。まあ、そういえば自撮りもしてなかったなと思って、まあ、カメラを自分側に向けますが、まあ、手持ちなのでね、距離は近いです。まあ、歩き撮りのね、 G99 めちゃめちゃ綺麗ですね。はい、若干フォーカスずれてますが、合ってくると綺麗。飯をね考えてるんですよ。いやー、バキバキだねこれ。しかし、いやー、このねマイクロフォーサーズのねバキバキ感好きだな、何度も言ってますけど。そしてね、ちょっと本屋行こうかなと思ってね、ブックファースト行くわけですけどね、外からも行けますからね、ここは。はい、でまあ階段でもいいんですけど、エレベーターで、降りますと。こっち開くのかなと思ったら、これね、あるあるで後ろが開いてるんですよね。まあ、それでね、とにかく腹も減ったんで、何食おうかっていうとこでしたけど、結局事務所に戻ってスーパーで買った寿司と鮭の弁当を食ってます。ね、G99 で撮ってますけど、綺麗ですね。はい、フォーカスがね来ないのよ、これが。ほら来ない。ただね、来たら綺麗だから、ほら来たら綺麗、来たら綺麗。ね、一応フォーカスがね来たら綺麗。ちょっと舐めておきましょうね、鮭の表面も。こっちのサンマの、フォーカスがね来たら綺麗。でも舐めておきましょう、こっちも。はい、でまあちょっとね、フォーカスがひどかったんですけど、まあでもね、こっちでちょっとバッキバキのフォーカスをちょっと一応確認してますね。逆さですけどね。はい、これ α7-4 で爆速です。はい、爆速、はい、爆速、爆速、爆速、おしまい。